皆さんこんばんは、シダル TV 石井亮介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎様よりお届けをしております。今夜のシダル TV はこちら。はい、隠れた話題です。水野の STZ ドライバーです。さっきなんかこれの似たようなのやりましたけど、それはね STX つかまりの X 直進性の Z と2タイプで出てます。なんかすみません、あの全然違う話ですけど、ゴルフ業界って Z とか X とか好きですよね。Y はないんだよね。 X と Z はよく使うんですけど、Y はあんまり使わないんだよね。時々 W はいますけどね。 W は昔スリクソンとか使ってた、ね、いますよね。ナイスボール。306.1 新品ありがとうございます。ありがとうございます。3月12日発売です。もう一回やり直した方がいいんじゃないでしょうか。そこは大事なところなんで。2021年3月12日金曜日発売です。はい。シャフトがね、さっきと違うの。ツアー AD GM200D55S ちょっとこっちのがスリープ向け。そう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 、これはね 54g で割と、はい、硬さも割としっかりしてるシャフトです。結構もうこのワッグルした瞬間に手元が結構剛性があるというかね。去年 ST200、ST200X と2モデル出て、まあその後継といえば後継でしょうし、まあ追加発売といえば追加発売なのかな。でも顔のデザインはでも前作とは明らかに違っていて、あの STX の時も言いましたけど、はい、だいぶちょっと色っぽさが出て、僕は形状良くなったなって感じますけど、いいですね。うん、X と比べた時にどうかなと思ったんですけど、うん、Z の方がちょっとだけペタッとしてる感じなんですかこれ、うん、ペタッとしてる。 X の方がもうちょっとこう、丸っこさというかボリュームがあるんですけど、直進性の Z っていうからちょっと慣性モーメント大きくしたりとかもあるのかもしれないですね。後ろから見た感じもなんとなく Z の方がソール幅がちょっとペタッとしていて、後ろに長い感じがして、多分そっちがいわゆる上級者向きだと思うんですけどね。まあ打ってみましょうか。うん、おかしいね。X が捕まるんですけど、その Z は捕まらない方なんですけど。いや、シャフトが全然硬さが違いすぎてですね。いきなりあの柔らかさからこの硬さに来ると振りづらい。ちょっとハードだよね、純正シャフトにしてはね。はいはい、ナイス。ちょっとライナー、うん、まあ、9.5 ドラっていうのもあるんですけど、クラブ全体の振り感がまるで違うので。あの悪い意味じゃないでしょ。あのフュージョンのシャツと比べるとちょっとこう全部が重たい。いきなりハードだ。いきなりハードだ。これとこれ悩む人は多分いないと思うんですよ。どっちかはもう確定だと思います。ナイスボール。お、逃げた。いや結局なんかこっちはもっと振らなきゃみたいな感じが。あっちの方が振りやすいんだもん。本当だね。これなんかちょっと頑張んなきゃダメだじゃない。さあ頑張れ。でほら全然捕まり系の感じにならないです。ちょっとでも石井プロも頑張んないとなかなか。でも47で振ってて、でまだ頑張んなきゃいけないんで。これ先生 S シャフトなんですけど、50g だよね。いやでも結構このシャフトの手元のしっかり感がすごいです。ナイスボール。お、強い球。すごい強い球なんですよ。やるな。まあ、初速もそれなりに出てて。そうだね、もうちょっと前行ってほしいね。
え、ちょっと待ってください、これ誰向けのクラブなんですか？それはハードヒッター向けでしょ。あのね、去年 200X、ST200X、ST200 とか出てるでしょ、はい、4機種の中で、あの今年の STX、STZ と4機種の中でも一番弾道が低いというです、はい、でなおかつ 9.5 だから、本当、あ、 9.5 は多分ワンロフト、だ 同じシリーズと比べたら覚えないぐらいハード、だから国内のミズノの中では、はい、まあ、かなりハードな方に入るのかな。捕まり屋でも ST200 よりあるって書いてあるよ捕まってねえじゃねえかって、捕まえたら、捕まえに行っていいですかあの、そんなに左に行くって感じはしません。ミズノもなかなかハードコアだね。ちょっとですね、単純に面食らっております今ST200 はさ、そんなあれでなかった。でも低スピンで300近く飛んだんじゃないかな、確か。ああ、今結構捕まえた？結構捕まえた。今飛んでんじゃない？まあまあまあ、ね。ちょっと俺打ってみようか。結構硬いっすよ。だって久しぶりにほら、うん。だってこれ打った後に多分こっちね、この STX の方打つと、もうなんかニコニコしちゃうもんだって。軽やか軽やかだ。でも上位かいってますね。純正シャフトだからさ、なんか今から打てないとちょっとまずいと思う。今から15年20年前の純正シャフトみたいな。そんなハードなんだ。重くもないしね、だから打ててもいいはずだけど、純正シャフトだし 300g ぐらいしかないから、何やと思うよ。生粋のドローヒッターの小山さんがなるほどなるほど、生粋のドローヒッターが見たことない球だねえ、スライサーみたいな球だったねいや、そんなはずないぞ。ちょっと待ってね、今日は風はそんなにありません、うん、ありません、言い訳できませんちょっと、ちょっとだいぶ迎えに行っちゃっただから全然その左に巻く感が出ない。フェードマイナスだね、完全に。あれ少ないな、スピン。これ小山さん、シャフトをヘッド付け替えて販売はしてないんですか？うん、まあ水野さんだから頼めるんですよね、うん、きっとね。頼めると思うよ。シャフトやっぱ硬いね。なんか美しいフェードボールをこれから小山さんがしますみたいな。 OB だろあんなちょっと真面目にやる。でもね、まだ3000もいかないですね、うん、あれで、うん、いかないです。2900。あ、じゃあやっぱ完全にロースピンクラブだね。あー、しんどいね若干フェードしてるもん、捕まえに。なるほど。あのクラブパスは、あ、失礼、フェイス2パスは捕まる方向なので、じゃあ気持ちよくちょっとドローを打ってみようかな。インサイドシングルプレイヤー悪戦苦闘しておりますあれ、ちょっと一発左に行くとも打ちたいね。なんかあのコリン・モリカワのようなフェードボールになってますけどでも今のいいフェードだよ。いいフェードですよね。すごいいいフェード、飛んでるじゃん、うん、当たりは良かったんだけどでも本人納得はいかないやつですよね出玉が違うからさ捕まってんだけどね。ちょっと待ってね、待って、捕まってる、うん、
いい球。ほらすごいフックっぽい感じ。いい球。だからほらフェイスパス 2.2 でしょ。でもほらボールのスピードアクセスが 0.8 しか、ほとんどストレート。結構必死だね。頑張ったよ俺。だから本当左行くの嫌な人ですよね。まずもう対象は。左は絶対消えるみたいな。でも上から見た目はそんなに言うほど、なんかいわゆるほらディープバックだったり上から見て小ぶりだったりとか、その左に行かさないテイストあるじゃないですか。見た目は優しいよっていう子でもなんか打ってみると超なんかどぎつい。さすが水野っていう感じ、ね、なんかツンデレの逆みたいなスポーツブランドでさ、入り口はなんかすごい駒口が広いのに芯はすごいこうちっちゃいです。構えやすいし、うん、構えやすいですよ、うん、だからそのギャップに苦しんでるんですよ。だから今意外と意外と、うん、もうちょっと上がって捕まってほしいかな。うわーくそ下から入れて無理やり。だからそこまで下からドマック人はダメかもしれないけど、でもまあまあこのシャフトがはっきり、やっぱり水のプロ120のアイアンとか、はい、921ツアーのアイアンとかを使う人がいいスイングと速いヘッドスピードで打つと頑張れるんじゃない、うん、ナイスボール。だって風かな。いや完全に今の、うん、ちゃんとボールも右回転の傾いて手元しなるから右にすっぽ抜けるって感じはあんまないんだけど、もう一つかまりしてほしいかな。手元しなる感じします。僕逆に手元が硬いけどしかちに感じる、うん、基本的に純正シャフトとは思えないぐらい硬い。思えない。でも10年20年前はさ、はい、こういう挙動のクラブでさ、うん、一生懸命捕まえて打ってたような気もするんだよね。ああきついね。ここ3年ぐらいでググッとこう大型ドライバー捕まりやすくなったじゃないですか。はい、だから今時ここ2、3年のその本当はおっしゃる通りです。今時のクラブで。捕まっちゃうからダメだっていう方はまあいていらっしゃると思うんですけど、うん、確かにコースで朝一観察してると昔はスライサー多かったですけど、最近結構引っ掛けてる人多くて、こういうクラブ捕まえるのが一番飛ぶと思うけどね。まあ捕まるものを逃がすとか合わせるよりは捕まらないものを嫌いでいただいた方がね、うん、でも最近割とプロもちょっと捕まり求めてる今傾向にはやっぱあると思うんですよ。いやちょっとじゃないでしょう。男子プロでもねシムグローレとか使う時代だもん ね、うん、ああ石井プロがあんなの打つ、あんなのって言っちゃいけませんな、右に出て右に曲がる球を打つなんて珍しいね。なんか初心者の頃のスライサーだった頃思い出しますよね。どういうこと？あんまり入れてもあんまり左に曲がないんだ。そういうこと。この間の小野コーチにちょっとヒントをもらった。頑張った。曲がない。うん。曲がない。そういう用。いいじゃん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 。そういう用ですかこれ。やっぱりちょい軽くフック引っ掛けるぐらいの感じで打つと、なんか良さそうよ。やりすぎちょっとやりすぎ、アッパーはそれが出るよね。てか普段アッパーをやり慣れない人がやるとね、右に出せばいいんだよ。おお捕まってきた。ちょっとあの感じで捕まった球打ちましょうよ。アッパー 3.9 なんて久しぶり。どんどん石井プロのスイングが煽り打ちになるって。うわいい
いいチーピン珍しいっすね。まあだな、これ体力なくなっちゃうからさ、そろそろ。いや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 。いい球打とうよ。最後いい球。そうか、先にコブラやった方がいいのか。おお、ナイス、これいいんじゃない。おお、体重左乗ったよ今。あれ当たってないよ。当たってない、芯じゃない。明らかになんか今塔側で当たってる感じです。塔のブローか。いや全然シャットが硬くて打てない。さあ頑張れ。ああいいじゃん、ナイスボール。ああ最後フェイクする。おい70です。貸して。ほら来たよ306点。キャリー282、やっぱり怪我明け最長。飛ばし性能高いじゃないですか。怪我明け最長です。これいいでしょ、完璧じゃん。まだ安定の STZ だからさ、ちょっと結果安定してほしいよね。いや普通に打ったら捕まらないっていうところで安定してたんですよ、うん、それを捕まえにかかったから今度やっただけで。ロフトをね、寝かせてちょっとだけ捕まるようにしてみました。高さを出しつつちょっとボールを捕まえてみようじゃないかという。あ、上がるけど、でもちょっと捕まりは良くなったね。あ、首ひねってる。17.4 度だったんですよ、ダイナミックロフトが。あ、難しいね。でも捕まり良くなったじゃないですか。ダメだ。何度1度だよ。だから 10.5 度だ。こんなに挙動変わります。お尻が落ちる。お尻が落ちる。バッ、ね、飛び性能高いんだけどな。これをだから使いこなせたりハマった人はすごいと思いますよ。おお、いいじゃん。あの変なアップはやめました。普通に。ナイスボール。はい、でもじゃあ見て、クラウドパスとかフェイスアングル見てるとほとんど何もしてないですよ。でもフックしてるだけで。フィッティングすれば意外とハマる。そうそうそう。だからヘッドのポテンシャルはすっごい感じるので、それ水野が結構特徴だよね。そう、あとはそれを初速早いみたいなさ、シャフトをどうやってで、まあ、こちらが STZ で、こちらが STX、はい、まあ、オートマチックに捕まえたりするならもう圧倒的に STX です、うん、で左は嫌だ、左は消したい、叩きたい、ぶん殴りたいっていう人はSTZ の方が、本当ハイヘッドスピーダーで球捕まえることは苦労しないんだっていう方なんかはもう STZ で、あとシャフト選んでぶったたくのが球飛ぶでしょうし、あのちょっと助けてほしいな、ちょっと捕まってほしいな。でもまあ今回のこのどちらのモデルもスピンが若干少なめだし、いい顔してるし、スリクソンの7と5みたいな位置づけ。でも7と5だとしたらちょっとこうですよね。で上から見た目は全然そんなこう左に行かない時間はないので、うん、すごい目標に構えやすくて、ちょっとね、そう、右にも左にも打てそうな、なのにいいバランスの顔ですよね。なんでこんなに捕まんないのっていう。僕の中今思ったのは初代 M2 より捕まんないです。うん、ちょっとご機嫌斜めだったのかな。でも顔の感じとかは好き。いいよね。いい、うん、いい。だからちょっとこれはフィッティングちゃんとして自分に合うシャフトを入れたら、あのむしろガイブラよりもこっちの方が合うっていう人いると思います。初速はずっと速いもんね、水野ね、うん、あでもねやっぱり STZ 見てからやっぱりこう X のを見るとやっぱりちょっとこうグッてちっちゃくなった感はするんで、まあこれはぜひ
お店でシダクラブで店頭で見比べながら打ち比べてほしいなと思います。ありがとうございました。ナイスボール。貸して。ほら、来た。306点。